はい、どうも、石です。今日は、いつも使ってるペラムのライト型とゴルナイ5型で、ペッコーのマジアチャ5とペッコーのガゴポイズン、この4つのデッキを使ってトロ上げしていこうかなと思います。まあ、トロは2584133、まあ、ちょっと沼ったんですけど、どれくらいやっていこうかな。まあ、マジアチャ型でいこうかな、1回ペッコーの。これ多分喋りながら、あれよね、ペッコー使ったことないと思う、多分動画で。いやー、これ白液や。いやいや、まあもうペラムで来ればよかったわ。ペラムの方がまだよかった。まあまあ頑張ろう。多分白液やったはず、この人は。いやー、そうやな、このスケキンがまずきついよ、ペッカの敵でも。これはマジアチャで抜けるはず。これは抜いていこう、最初から。ここでダメージ稼ぐしかねえ。オッケー。いやでもこれアーチャーあれか、ガゴムレのやつか、多分。これガゴムレなんで、これ、ここでエレキされて終わりっすね。いやー、これはさすがに5か、これ。5やね。OK。まあまあ、スケキンのダメージちょっと入ったけど、これ相手何で受けるんやろ、駆け引き受けとか、リガーか、OKOK。おそらくやけど5じゃないよね。5やったらもう終わりです。これもう、マジアチャ消し飛びます。ちょっともう受けたくないんで、こういう能力よっか。アーチャーってことは、陸受けがアーチャーとスケキン、スケブ、リガーとか、これは速攻打ってあげて、いや、ちょっと外した。いやー、マジか。今のちょっと外しが、一体外しが響くっすね、やっぱ。いや、これは強力っすね、一発。さすがに一発やんな。もう二発入る、まさか。二発入れん。オッケー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 。で、スケブ切ったから、いやでもこれ、ケツ工場でいいっすね。白液切ってるんで。多分、ホバリンゴがあるから、あと1枚。ホバーチャー、そうやね。これ、ちゃんと構えてたから、多分間に合わせる。ガグ漏れ来たら、速攻。リガー切ってるんで、マジアチャー、リガー警戒する必要ないと。あ、リガー回ってた。すいませんでした。というわけで、ゴミです。で、これは、ザップかな、一回。リガー、スケブ、アーチャー、迫撃がこれ回ってました。はい、回ってますね。全然感覚で言ったらあかんわ、こういうの。いやー、これ島言うなよな。あー、マジ、これ絶対来るから。なんかそうやん、ね、いやー、このスケキンが、スケキンちゃんよくないよ。これは5落ちます。エレキ耐えろ。オッケー、一発吸い込んだ、迫撃。いやー、これザップタウンとか、スケキンがゴリラすぎる。いや、これ多分相手攻めてくるから、ここ、いや、これ一回いっていいよ。おいしい、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 おいしいぞ。いや、これいっていい、ゴーストいっていい、ゴーストいっていい、いって、いや、これ言うのまでいっていいっすね。こっちスケブ来た瞬間に行くで、これまたこれは釣ってあげて、オッケーオッケー、でかい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 。で、これをエレキで受けたい。吸い込んで。オッケー。で、これスキル使ったから、大丈夫。で、この一発は強いでいいわ。このホバリング。いいね。めっちゃいい。で、これ、リガーしかないから行ってあげて、ゴースト。で、これはギリギリの、あ、アーチャー受けか。なるほど。で、これ多分ガゴムレなんよね、ここ。ガゴムレじゃない。ガゴムレやった。いや、これ、ホバリングやんの熱いぞ。やってくれた。一発殴れ。ああ、殴らんか。いや、これ、マジアチャ残したい。延命して、マジアチャ。いや、マジアチャが強いわ、これ。5じゃないから。オッケーオッケーオッケー。いや、これどうしよう。一回、血言うのでいいかな。血言うので、スケキン切ってるのがでかいな。いや、美味しいな、やその意味。これ一回、マジアチャで。オッケーオッケー。なんかめっちゃおいしい、めっちゃおいしい。相手受けある？オッケー、これ。これで多分スケキンやから、多分右に来るからスケキン。これ左にもぶっぱり。オッケー、これめっちゃきつい。アーチャーしかないよね。で、多分迫撃受けやからエレキついからいい。オッケーちゃう、これ。来たやろ。オッケー。いいね。結構、まあ、マジアチャが生き生きしてたな、今回、エレキと。それが良かったわ。オッケー、次行こう。オッケー、マッチングした。じゃあ、お次はペラムのゴルナイ5型っすね。今シーズンペラムやったらこっちの方が俺は強い気がすんな。
でもな、ゴルナイが今シーズン強いんやけど、このデッキだとどうしてもフェニちゃんがね5やから解けないんですよ。あ、言ってた、来たフェニックスもうやめて。なんかフェニックスさ、使用率 95% ぐらいあんねんけど、体感そんなない。なんか10回に9回はフェニックスおる気がするわ俺。しかも雪玉打ったよな相手今。何やこれ、雪玉、雪玉フェニックスムート全部きついんやけど雪玉フェニックスムートやと、お前あれか、ドリル神器か、懐かしい。え、でもフェニックスなんかおらんよな。うわ、ちょっと待って、ザッピーもう、まあまあファイブ型やからね、ライト型じゃなくてよかった本当に。うん、ライト型やったら死んでました。いやこれ、え、でも相手さ受けあんのこれ、メガナイトとかないよね。一回これで、うわ、またスケキン、もスケキンやめ言うたやん。いや飛べへんかった、しかも。いやスケキンよくないよ本当。いやもう俺もうきついきついきついよこれ、きつい。いやでもその位置のスケラは美味しい、めっちゃ。これ低めで言うのと樽で全部受けれる。いや墓石あるけどこれ相手きついぞ。オッケー、そこまで切った、これ始めゴルナイリー、これ多分相手めっちゃきついんちゃうかな。スケキン陸受け切ってフェニックスぐらいしかないんじゃない今。オッケー、これこれゴルナイで全部しばいて、じゃあ言うの何してんの、ちょ待って、オッケーオッケー、これ樽もおるからきついきついきつい。いやこれ殴れ殴れ殴れ、オッケー。でこれ4コスフェニックスやから、多分低めのエレキからまた始まりラム行ったらきついから行こう。これ1回低めのエレキで受けます。バカも入れたくないよこれ。で墓石が待ってて、でスケキン、いやでもそうやね、これ行っていいわ絶対。しっかり先行さして、はいはい、でこれすぐベビーでいいっすね。フェニックス切ってるんで、これ入れんかなワンちゃん。あ、おいしい。でこれ受け何で受けんのやろう、多分ザッピーかな。これはおいしい。これまたケツゴルないから入れるっすね。おいしいおいしいおいしいでこれザッピー切ったら、これ前にペッカつけていいっす。あ、そうか、ムーと思った。いや、やばくねこのデッキ、ペッカメタやんこんなん。何してくれまんのって感じやで、これ。OK、これ、フェニックスやって、いや、ポイズンあるよな、さすがに。ちょ、墓石こっち来いって。いやー、来へんのかい。やばいな、これ。やべー。美味しい、それは。正味、このラムなんか捨てやから。ちょ、ザッピやって、一体、攻めて一体やって。OK。どうせこれやってくれんかな、ゴルナイでやってあげて。オッケー、そこまで飛ぶ。スキル使わすな。うわ、使うか。いや、まあ、使ってもいいか、別に。これ、ムートと、さすがにスキラけへん？え、美味しい、美味しい。そのスキラ美味しい。さすがに美味しいですね、このスキラ。ラム突進してムート壊れる。卵やってよ。オッケー、オッケー。これ、端前ゴルナイでいい。もはや、ペッカ出したらあかんまである、これ。で、こっからどうすんのやろ。いやー、棒ポイ強えなー。ボーポイさんが強いっすわ。でもこれまた相手受けからしてるから相手攻めれへんね。これスキル使ってきたら美味しい、さすがにか。でもこれあれやね、フェニックスが待ってるからみたいな感じでしょ、フェニちゃんでしょこれ。でもこれ言うの突破するよ。いやームート、いやオッケーオッケーオッケー。いやこれゴルナイ、ゴルナイですぐ蓋してあげて、でエレキ、え、それやってる、それ絶対やってるわ。それはあなたやりまくってますね、これ。え、待って待って、タゲタゲ、やばい、スケラめっちゃ入ってる。1枚入る、入って、え、あえて諦めた。よっしゃ、熱い。いやこれゴルナイの時代よ、やっぱこれライトニングあたりは死亡です。うん、フェニックス意外となんとかなるんか、エレキおったらでかいね。 OK、 次行こう。そう、マッチングしたね。でお次はペッコのガゴ型でいこうかなと言った感じで、この人はあれやね、レジャー使いの人なんで、まあさ、イントラやったはずやな確か。だから、あ、待って、これ禁止される、一旦工場追加、あ、いらんか、なかったかな。これね、ガゴの使いどころをちゃんとしていきたいっすね。まあ大砲かな。あ、待って、ゴースト全然手から離れてくれへんかった。もう、なんでそんな手から離れてくれへんかったん、ゴーストマジで。で、これ取るねでしょう。いやー、これガゴ追加意味ない、さては。あ、意味はあったけどって感じ。いやー、これはしゃあないっすね。いろいろちょっと俺の反射神経の問題がある。まあ今、ゴースト受けしかなかったから、キングイルはしゃあないよな。いつかされるんよ、これ、レジャイは。
まあまあでも全然勝てるんで、これファイスピーやから、ああそっちか、なるほど、確実に受けてくるパターンか。でこれあれか、いやこれまたケツ工場で、これは橋前ゴースト行っていいっすね。で多分飛ぶ暇ないんで、相手飛んでる暇ないと思うから、ガゴレ受けれるっすねこれ。まあザップ、これ多分気づいちゃうかな、リーク受けないから。取るね、取るね、プラスの、いやこれ一発入るよ、おいしい。ゴーストの一発でかいっすよね結構。一倍のうちにダメージは稼いでおきたい、なるべく。まあこれザップ削りで、あオッケーオッケー。それは待って、これ家の道ミスったかも。まあまあまあ、おお完璧できた、なるほど、そんな位置があったわ。これはこれない、オッケーオッケー。これはた、これ樽じゃない、何だっけ、工場で釣れるからオッケーでしょ。さあさあさあ、オッケー。でこれはゴルナイ切った後のゴーストがきついと。あー待って待って、釣られるか。まあ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 、タルがこれケツエレキしたいけどライトニング打たれるんで、ケツがごと、あーそっち行っちゃった。まあザップ削りもう一回してあげて、まあ、これエレキでいいかな、こっち側やったらライトニング打たれてもいいんでね。でライトニング削りと、オッケーオッケー。でいうのはこっち釣ってあげて、これ何受けかな。でしっかり早めにゴースト出してあげよう次は。あーなるほど、こっち来い、次。まあ全部ペッカちゃんでさよならっすね。でペッカに行かないようにガゴレ竹取りで、ライトニングすぐ来るんかなこれ。早いっすね反射神経。まあまあこれライトニング打たれる分に関してはアドもないんで結局いいんやけど、ケツ工場かな、ザップと。うん、でこれ5じゃないからね、大砲をねすぐ突破できないんだよね。どうしよう、まあ、これガゴ追加でいい、エレジャー受けされたらそれはそれでいい。これ U の追加でいいわ。エレジャー受け、オッケーオッケー。これきついんちゃう、この U の。取るね、使うしかなさそう。オッケーオッケーオッケー。これ右結構入るんちゃう。で、これ一回途切れる。で、ここはね、エレキ使いたくないね。ケツ工場。なるほど。あー、しっかり。でもこれ、平石になってくれるから。あー、もう。嫌いしライトニング打たずにって感じか。なるほど。いやーこのね無理やりの取るね跳ねが必要やな、エレジャイ。結構ダメージ、いや逆転されたか。これ樽回ってるよな、どうしよう。もう一回ケツ工場から行こう。このどうしてもさ、ファイスピと樽で相手の方が回転早いから、そこどうにかしたい。でこれインドラかエレジャイやから、これは行っていいよ。でこれライトニングでなるべく巻き込まれへんようにこっちサイド。いやーそれ来るか。いやこれ行っていいな多分。こっちにエレジャー受けやろこれ。あこれ多分無理や、受けられへんから。ゴルナイ来るからザップって勝っちゃうかな。あーちょっとタイミング忘れたけど、このダメージでかいですね。でこれライトニング打ってきたら即ポイズン。いやこれエレジャーか。いやこれはもうポイズン削りですね。でも相手もライト、そうやね、ライト削りやから、もうここどんどん呪文で削っていく。あそっちに来る。いやーこれ、いや正味左のタワーは相手見てないと思うから、ポイズンザップ2周目回したい。なんか回るかな。8 7 6 5 4 3 2 1、 OK。ナイスナイスナイス。いやこれはまあ相性いいっすね、さすがに。まあでもやっぱ気をつけたいんが、2倍3倍からの相手の高回転エレジャイでペッカ間に合えへん時どうすればいいかって感じ。まあそこでダメージ入るのはしゃあないから、気をして次つなげるって感じかな。 OK 次行こう。あマッチングしたっす。じゃあお、さあ今回は残ってるペラムのライト型いつも使ってるやつっすね。これで買っていきたい。さあディガー、リガーはだいたい迫撃とかかな。今やったらリガポイのロケとかもあるけど、リガポイのロケちゃう、リガロケっすね。さあ、スケーブ、スケーブなんやこれ、スケキン迫撃、スケキン迫撃っぽいな。ワンチャンラバー、いや13やな、ホバリングなんやこれ。一回たら流すか、スケーブ切ったし。いやラバ
ぽいって言おうとしたけど、これはあれですね、スケキン迫撃。一番最初当たったあれや、名前忘れたけど、あの人のガゴムレ入ってるやつですね。ガゴムレ来たらビビリ。これ受けないんちゃう今、陸受け。あ、じゃあスケキンがおる言うてんね。陸受けないって、どこ見て言うとんねんって感じやね。さあ、これは樽もあるんで守れるかな。はい、まあこれは樽でね、しっかり受けて、エレキも延命と。これでもう一枚咲かないといけないんで、オッケー、樽。樽も残ったから、アーチャー回ってたかな、全然数えてないわ。オッケーオッケー。ディガー最短美味しい。で、ペラムやったら、これの勝ち方は、とりあえずベビーを、なんていうんやろ、量産するって感じかな。簡単に言えば。あと、ケツラムが相手めっちゃきついんで、これ。あと、ヤーメやから、ラムが止まらんから、そこを利用していきたいですね。ベビーは構えときたいね。ガゴムレとか来るから。ここは迫撃受けかな。この迫撃は共有でいいっすね。血流ので一発しか入らないんで、ラムに7コス使ってることになるんだよね、これ。で、多分これは、スケブかな。いや、これは血ペッからいいな、一回。で、多分スケブ受けっすね、これ。あ、え？スケインで受けてくれる？それめっちゃ美味しいな。え、スケブつけへんのかな？そうやったらこの攻めで俺、全部ぐちゃぐちゃにするけど。いいんですか、ぐちゃぐちゃにして。あ、ぐちゃぐちゃにしていいらしいですね。じゃあぐちゃぐちゃにしましょう。まずエレキをつけます。はい、いやー、目しかないでしょこれだって相手。あー、ベビー先行はやめてよ。多分来るでしょこれ。来ませんでした。さすがに来る。オッケー、完璧で。いやー、スキル使う。で、これガゴムレあるんで、まだ U の追加はダメですね。あ、オッケー。これディガー来たらこの言うので突破して、今リーク受け、オッケー。ここでもう一回ケツペッカー、これもう一枚切るんで相手。オッケー、これで完璧にアドが取れると。で、ベビーを回したいから、ラムからの、まあ、エリキかタル切ってベビーを回すって感じかな。まあ、雪だ回すね。かま、雪かベビーは絶対攻めの時は手札ないとあかん。で、まあエリキ出して、もうベビー出して、もうつけるだけ。あんまりチンパンやけど、これが正解なんよ、これに関しては。で、雪玉即打ってって感じかな。ちょっと外したけど。で、ガゴムレで受けられる。うん、まあ、これはしゃあないっすね。待って、思ったよりなんかガゴムレ残ってんねんけど。なんか、全部体力残ってないよ、ガゴムレ。そんなことある？まあ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 。まあ、でも、あんだけつけなへんと、カウンターがすんごいことになってしまうから、敵陣でスケキンは倒さなあかん。オッケー、それは、で、今回ホバーがおるから、低めからちゃんとベビー出してあげて。多分、ホバー来るんかな？よいしょ。いやー、スケキン殴ってくれる。オッケーオッケー。で、これスケブ切ったばっかやから、ここやな。で、いやー、これ迫撃間に合うか。うわ、間に合うんや、それやば。つえって、いやー、これ来るよね。オッケーオッケー。一発も入れたくないよこれ。オッケー、いい、いや、いい棒やね。で、これはみ出るから、しっかりエレキでカバー。あえて呪文ないからライトニング削りしていきたいな、ここからは。いや、これにはライトニングさすがに打たれへん。ホバリング向こう行ったん熱い。オッケーオッケー。いや、これリガリオ丸そう。大丈夫。いや、これベビーね、負けるんよ、ガゴに、たまに。いや、これはタルで。ベビー、延命したかったな。いや、来るんや、それ。突進はしてくれる。いや、これホバリング回ってんもんな。やばいやばいやばい。いや、迫撃やばい。それ入るよな。今思ったわ、出してから。いやー。いやー、これエレキで踏んで、ダム端前ですけど、これベビー溜めんの重要。だから、いいよ、めっちゃいい。いけいけ。ちゃんと溜めれてる。ガゴムレ来た瞬間に、これは、タル打たないとかな、これには。いや、オッケー、これライトで攻めて、もう雪玉でもうぐちゃぐちゃにする。このベビーの溜めるのがマジで強い。いやー、もう最高。最初言った通り、やっぱベビーが肝なんよね、ペラムって。ベビー上手い人はペラム絶対上手いから。使ってみてよかったら。どうしようかな、次何デッキ使おう。まあ最後ペッコのマジアチャも一回使って終わろうかな。じゃあ、お、マッチングした。あー、マカリオス。いやー、よろしく。さあ、マカリオスな。ペッカラムやったらめっちゃ一瞬やけど、ペッコやったらどうなよな。ベビーがおらんからね。いや、なんか微妙な気するな。いや、でも格上やから勝ちたい、これは。
いや、マジアチャがない、ファイボリ行かれちゃうん。いや、これ、迫撃来そうなタイミングで行ってこうへんか。ザップ切ってるから、すぐ来るんやろな、これ。で、これ、ガグムレオね、オッケー。呼んでいる。オッケー。え、めっちゃよくね、これ。縦線しかないよね、これ、受け。いや、完璧、完璧。うまいよ、これ。いや、マジアチャ歩くか。いや、でも、貫いている。いいぞ、いいぞ、いいぞ。で、これ、ゴーストいって、これ陸受けないんで今めっちゃ気づいたもん。ホグゲコウモリ受け、オッケーオッケーオッケー。いや、めっちゃいいこのゴースト。さあさあさあ、縦、まあさ、縦すぎんからペッカであんまり攻めていくってイメージはないかな。で、また工場いって、工場どんどん出していきたいね。迫撃で防衛させたいから、オッケーオッケー。あ、攻め迫撃が結構だるいから、そこをなんとかさせんように。でもホグは普通にペッカ出していいかな。まあ、捨てペッカやな。攻めには繋げへんくていいから、オッケーオッケー。一発入れ、ババ。いやー、しゃあない。こういうとこも、でもやりごぶ読みで、多分、ザップ打つことはし、あー、打てばよかった。いや、これはすぐファイボッティ。縦センターさせよう。で、ゴースト回、いやー、これは、でも一発入、入らんねや。打てばよかったなー。マジか。なんでコウモリなんやろ。全然打てばよかったな。やってもうた。縦センターさせればよかった、今ので。まあまあまあ。これ5来たら速攻、工場っすね。来なかったら、ケツ工場。あー、なるほど。一発打てよ、エリキに。OK。これ行って、5を囲むよね、OK。速攻打ってあげて。で、これ左、きついぞ。OK、OK、OK。これ、祈り受けてあげろ。これ、共有で一発。でよくって一発入れへん。ここ抜いてあげます。しっかりマジアチャで抜き抜きしていく。オッケー。で、これは工場から行ってガゴムレかな。ザップガゴムレ速攻ファイボーで、これで相手きつい。いや、いいね。いや、いいぞいいぞ。で、ホグ来たら速攻ペッカ。オッケー、コウモリ来ても大丈夫と。で、縦線があるからゴースター1回待ってあげて、で、ガゴムレないからまだマジアチャ出せなくていいでしょ。で、ケツ工場、一生ケツ工場で、いや、これはもう抜いていこう。どんどん5を打つなら打っていい。で、行ってあげて縦線来る、完璧で、あー、そっちか、なるほど。いや、これ絶対ここにやりこぶ。いやー、来へん、マジか。いやー、そっくりよな、そっちこうやな。いやー、いいぞいいぞ。しっかり待ててるん、偉いわ。その分痛い。もう一発やめて。痛い。いや、でもダメアドは取れてるよ。いけるいける、全然いける。さあ、どうしてくる相手。一回言うのでプレッシャーかけつつ、念のための工場でザップすぐ打ってあげて、ガゴムレ来るからそこを構える。オッケーオッケー、いいぞガゴム。いや、完璧完璧。これきつい相手で、縦線オッケー。この陸受けないターンの、いや、でもこれホグ受けやから一旦端まで出すのやめて、エデキ受け。オッケーオッケーオッケー。いや、これ完封したい。無理？いや、でも待って、これあれや。ファイザップ圏内ちゃう？来た！オッケー。いいね。いや、相手陸受け少なかったんがでかいかもしれん。よしよしよし、GG。いいね。これめっちゃ吸えたんじゃん。38。でっか。いや、今回これで終わろうかな。まあ、今回この4つのデッキやったけど、また、なんか他やってほしいデッキあったらコメントください。じゃあ終わります。お疲れさん。